はい、こんにちは。札幌占いです。早場菓子の音です。今回は、先ほどモデルさんの方にこんな感じにしたいと写真を見せていただいたのですが、ちょっと距離的に見えないですかね。結構白っぽい感じ、白っぽい感じのピンクです。で、僕基本的にやっぱいつも言ってますけど、ワンブリッジしかしないので夜遅くなっちゃうんで、営業ではちょっとするんですけど、通常で多分このスタイル作るとしたら美容室で3回ブリーチして、それからカラーをするっていう感じなんで、そうですね、だいたい4時間から5時間ぐらいカラーだけで、4時間ぐらいはカラーでかかると思います。で、これをまあそうですね、2時間ぐらいで仕上げたいと思うんで、ワンブリーチでやっていきます。痛むけど大丈夫？大丈夫です。大丈夫。はい。っていうことで、まあもったいない感じしますけどね。この状態から、ただ黒染めをしてたみたいなんで、黒染めいつしたんですか？この1月の15とかです。1月。はい。だから今が1ヶ月ちょっとか。もしかしたら毛先が今見た感じ、ちょっと難しいかもしれないけど、まあでもやってみないと分かんないんでやります。で、1回のブリーチでやっていくっていうことなんで、ちょっと裏技を使いたいと思います。その裏技のブリーチでやって、まあどこまで抜けるかなっていう感じですね。はい、まあとりあえずグラデーションカラーじゃなくてメッシュの方がいいんですよね。はい、多分全体に黄色に取るのに、ちょっとピンク系の色でベースを作って、それにピンクのメッシュを入れるような感じになってますでしょうか。はい、はい、やります。はい、ではこの状態からブリーチ入るんですけれども、はい、こちらは、ちょっと薬事法 NG の部分なんですけど、ブリーチ、パウダーブリーチに対して通常 10% しか僕入れないんですけど、 20% ぐらい今入れてます。それも入れないでパウダーブリーチだけのみの状態で塗っていきます。で、ドライで塗っていくとやっぱり浸透率ちょっと悪いのでちょっと濡らします。いいんですけど、この間僕オーストラリアの知り合いからいただいたものなんですけど、これ一回やると時間差で、ちょっと待ってね、一回やると少し霧みたいのがちょっと時間差で出るんで、ちょっと細かい水でこう濡らせるというか、ちょっとウェットしやすいですね。霧みたいな感じですね。結構一回キュッてやると時間差でバーッと出てくれるんで、少し濡らした方がいい理由としては、こっちの方がスムーズに塗れるっていうのと、あと乾いてるとやっぱりちょっと浸透率が悪くなっちゃうんで、ちょっと濡らします。これかなりいいですね。こんな感じに。冷たいですか？大丈夫ですか？大丈夫です。すごい。まあある程度濡らして、そんなびちょびちょまでならなくてもいいので、ちょっと濡らしてあげて、もうなんか何回も押してるとずっと出続ける感じです。なんかいろんなことに使えるかなと思います。はい、で、まずコーミングしっかりして、コーミングしっかりしておいた方が後々塗りやすいので、コーミングして、で、根元は塗っちゃうと危ないんで根元を開けます。で、今日も使うのは、このブリーチ用のコームを使っていくんですけど、これあともう少しだけあります。あと数本しかないので売り切れたら終わりです。これブリーチに本当すごい使いやすいんで、もしこれに似たのがあったら教えてください。僕もそれ買いたいので。はい、で、塗っていきます。で、これちょっと、もう色を剥げちゃってるんで、こっち使っていきますね。ブリーチ塗ります。で、こんな感じに取って、で、根元から塗っていきます。で、ハケで塗らない理由としては、もういつもしつこく言ってますけど、縦のラインで細かいメッシュが入ってる方が、まあ、僕は好きなので、
あの横でハケでペタッとこうラインを作るよりもこういうふうに縦でいった方があの綺麗に抜けるんで、そういうのは塗りやすいっていうのもありますし、結構ブリーチする時も楽です。あのハケだとやっぱり結構きっちりなってあの伸びてきた時がダサくなっちゃうんですね。なので、こういうのでこうぼかしていきながら塗った方がいいかなとは。ちょっと使う場合結構粒が大きいやつだと失敗しやすいです。今日使ってるのは僕は結構このいろんなの使った中では結構使いやすい。あとはまあスピード勝負なのである程度一回最初つけちゃってそこから詰めていくっていう感じの方がいいと思うので、まず一回つけたいなという感じです。でステムは90度くらいまで持っていって、でステム90度 で、はい、で体の位置をしっかりこの、こうちゃんと回すことに頭の中心に向かってこう回っていくようにしていかないと端っこが濡れてなかったりとかするんで、綺麗に根元1センチ開けて濡れるように体の位置をしっかり考えていきましょう。もう表面の方になってきたんでちょっとステムしっかり気にしてあげて、コームワープって言って、このコームワープってのはこれですね、このスイングさせることです。これがフォームワークをさせながら塗ることによって、根元の方が自然にボケてくれるのでフォームワークさせた方がいいです、はい、そうすればきれいにこの根元が開きますから、こんな感じ で表面の方は結構慎重にいかないと結構危険なのでステムを90度に持ってきます。で、ここら辺はちょっと慎重にゆっくりやった方がいいんで、そーっとあんまり攻めすぎないようにして、はい、塗ったところから発色しますから、ちょっとここら辺は慎重に。でモデルさんが今後ですね、髪伸びてきた時に自然につながって違和感がないように、その時だけじゃなくて今後の部分もしっかり考えてやっていった方が僕はいいかなと思うんで、ちょっとそこをこう綺麗な縦のメッシュを細かく入れてるような感じで塗っていきたいんで、このやり方でやってます。後ろこんな感じで塗れてます。毛先は今最後に塗るんで、取るときはこんな感じで取ればいいんで本当簡単です。まあ、すっごい細かいこと言うとサイドの一線目っていうのはすごく発色しやすいんで、まあそこだけすごくパーンと明るくなってビビッドな色が顔前に入りやすいんで、できればそこの塗布量を少し少なくするとかしていった方がいいです。まあ細かいところをこだわるとすれば、例えばここをちょっと取ってここは指で少しぼかすとか、まあ例えばですけど、そういう風にしていった方が綺麗に染まります。こんな感じで根元をちょっとステム90度で伸ばしていって、はい、でこの塗り方するようになってからブリーチって多分この長さでブリーチで白っぽくするのは多分結構美容師さんもちょっと大変だなっていう感じになると思うんですけど、結構こういう風に塗れば全く楽なので、そんなに大変だなって感じにはならなくて大丈夫かなと思います。表面の方はステムを90度で根元を動かして、はい、あんまり根元を攻めなくていいと思うので根元はまあ暗い感じでいくかなと思います。はい、こういう感じですね。で正直今これハケで塗るよりもきっちり塗れてないんですよね。正直浸透としてはなんですけど、それでいいんですよね。そうしないと全部バッチってこう面で塗っちゃうと変なんで、こんな感じでもう再度終わります。でこの前髪も結構この染まりやすいんで結構危険なんですけど、まあ、ちょっとつけたら指でちょっと取ってあげたりとかしてちょっと様子見ながらですかね。あとこの顔周りもさっき言いましたけど、ここも結構根元の方からスッて指取ってあげるぐらいでいいと思います。まあ多分この動画を見て真似していただければ同じような結果が出るので、まあ、薬も後でちゃんと言いますので何に使うかっていうのをいうので、まあ、もしちょっと不安な方はこれと同じように真似していただければ大丈夫なのかなって思いますね。普段ちょっとあんまり毎日こう
派手なスタイル髪の毛の人が来るサロンであればまあいいと思うんですけど、あんまり需要がそんなないので基本的には一般サロンだったら、なんでそういう時にどうしようかなって思っちゃう方結構多いので、全く本当金髪のイメージ全くないですけど大丈夫ですかね。大丈夫だ。え、金髪には最初なんないですよね。あ、なんない。あ、それは大丈夫、それなんないけど、なんかすごい明るいからさ、なんかめっちゃ違和感なかったりしてね想像がつかないからね。このようにぼかしてコームワークしながらステム90度で塗っていきます。で、なぜ癖がのステムが90度なのかっていうのは、あの裏面と表面と裏面の位置を一緒にするってことはステム90度になるんですね。例えばダウンステムにしちゃうと上は根元2センチ開くけど下は開かないとかなっちゃうんで、そうするとあの汚いくなっちゃうんですね、伸びてきた時に。なんで伸びてきた時に綺麗な状態になるように、ステムをしっかり90度に持ってきてっていう感じでやります。はい、ここはもうステム90度でコームワークしながら根元を攻めていきます。もう真上ですね、この辺になってきたら。はい、コームを使ってぼかしていってこんな感じですね。で、ここはスイングして前髪バングの部分は本当慎重にいきます。ここも頭皮に対して90度でしっかり、持ち上げてあげないと結構ムラになっちゃうんで、本当に前髪は、まあ、ちょっと今軽く適当に塗ってそうですけど、まあ、一応慣れてない方は慎重に塗った方がいいと思います。こういう産毛もすごい染まりやすいんで、まあ、時間差で塗ってもいいですし、ここら辺が要は例えばこの黄色に取るのに紫っぽい色を入れた時にすごいここに紫入っちゃうんですよね。なのでそれが結構危険なんで、あんまり産毛とかは後で攻めた方がいいです。あと顔前のところが、顔前に1点目のところがすぐ明るくなっちゃうから、この辺をちょっと手でこうすると薬を取ってあげたりして一応これで全部塗れたんで、あと毛先の方を塗っていきます。で、毛先の方はでこの問題の黒染めしてるとこなんですけど、まあ、ここは手でいきます。手でこういう風に取って手でもなじましていく感じ、優しくこすってこするっていうかな、のっけていくような感じでいいと思います。こういう感じです。手でこういう風になじましていく感じで先はいいですね。ではその先っちょの方がやっぱり明るくないとかっこ悪いので、こんな感じでもうこれでブリッジは基本終わりなので、まあ、もう一回チェックしますけど、まあ、こんな感じでとりあえず置いて時間を置いてから今度その顔周りとか細かいところしっかりできてるかっていうのをチェックしていく感じなので、とりあえずはこれで一回時間を置くかなって感じです。で、毛先の方、匂い大丈夫ですか？大丈夫です。臭いでしょ？結構結構鼻にきますね。そうなんですよ、これを3回やるんです。3回やるから待ってるだけで大変なの。だんだんもうなんか薄になってきますよ。待つだけで4時間5時間5時間って結構きつくないですか？かかると思うんだよな、なりたいの5時間ぐらいので1日1人しかやらない人いますもん。本当ですか？外国人の人ですけど、噂によるとすごいレインボーカラーみたいなの乗っけるのに、その人1日1人しか担当できない。ブリーチとかで全部手術で8時間以上かかっちゃうんで、そういう人もいます。はい、これで終わりです。簡単ですよね。で、こんな感じにここで一回時間を置いて、ことが必要なんですよ。まあブリーチもそうなんですけど、そこでちょっと加速させる感じですね。そうしないと時間かかっちゃうんで、でダメージばっかり考えて結局そのデザインが作れないっていうのもただ言い訳だと思うんで、まあダメージありすぎるのも、まあ髪溶けるとかはまあありえないですけど、ダメージを理解した上でちゃんとデザインを作っていくっていうことが必要なんで、ブリーチ傷むからやめるっていうのは多分できない。そのデザインが作れないから、知識がないから逃げる方も結構業者さんでいらっしゃると思うんですよね。なのでそれもやっぱり攻めるときは攻めてしっかりその理想のやつに持っていけた方が僕はいいかなというふうな考えではあるので、結構攻めるときは攻めます。
で、これでちょっと時間を置きます。で、顔周りとかはまだ曖昧な状態なんで、毛先が抜けてからちょっとやっていきたいと思うんで、これでダイソンのスタイラーを使って少し熱を入れたいと思います。赤3つ、白1つですね。赤3つ、白1つ、温度が高くして風の量は少なめです。これでまず毛先をトーンアップさせていきます。はい、では今ですね、こちらブリーチをして1回のブリーチで、抜いた後にシャンプー台の方でカラーをトナーしました。で、今トナーした状態で今薬はまだついてます。で、pH をちょっとクエン酸で下げて、その状態に、軽くシャンプーしてですね。で、使ったのが今回はアメジストで、アディクシーのアメジストの13と、スローカラーのピンクの10ですね。これを1対1で混ぜて、シャンプー台でトナーをしました。で、今やっぱこの根元の方とか、微妙になるのは分かってたので、気になるのがちょっとこっちが赤っぽくなってる、透明感がちょっとやっぱりちょっと普通のカラーっぽく根元がなってるんで、そこはちょっとトーン下げちゃおうかなと思いまして、それはちょっと後で考えます。で、この状態に、メッシュを入れていくので、メッシュのカラー剤は何かと言います。